トワイライトエクスプレス。トワイライトエクスプレスは、かつて、大阪駅札幌駅間で運行されていた、臨時寝台特別急行列車である。2015年3月12日始発基準で、一般販売を含めた臨時列車としての運行を終了し、その後は、ツアー専用列車として2016年3月22日の大阪駅儀まで運転された。 1989年7月21日に運転を開始。当初は旅行会社による企画商品、ツアーに組み込まれた団体専用列車であったため、特急券、新大券は一般販売されなかった。同年12月より臨時列車に変更し、特急券、新大券の一般販売を開始した。列車名は出発理由と、 翌日明け方の白名を意味するトワイライトが由来となっている。本列車は臨時列車の扱いであるため、JR グループ共通の予約状況検索サイト、JR サイバーステーションでは検索対象外となっており、空席状況は緑の窓口などで直接確認する必要があった。例外的に札幌発の B 寝台 B コンパートメントのみ、JR 北海道が ホームページで空席状況を確認できるサービスを提供していた時期もあったが、後にそのサービスも終了した。2014年5月28日、JR 西日本は車両の老朽化を理由に2015年春で運行を終了することを発表した。他に北海道新幹線開業時に青函トンネルの電圧が変更されることや、 整備新幹線の並行在来線が JR ラダイ、3セクター鉄道へ移管されることも廃止理由として挙げられている。2014年12月19日には大阪発、札幌発ともに2015年3月12日を最終運転日とすることが JR 西日本から発表された。2015年2月12日、同年3月12日運行の最終列車の 新台券は発売され、午前10時の発売開始と、同時にわずか数秒で上下とも完売した。同年3月12日の最終下り列車出発時には、約3500人の鉄道ファンが大阪駅に詰めかけ、同日の最終上り列車出発時には、約1000人が札幌駅に詰めかけた。翌13日、双方の最終列車が終着駅に到着し、 通常のトワイライトとしての運転は終わりを迎えた。下り採集は、第2編成と、カニ2 4十3の組み合わせで、大阪・青森間が EF8143、青森五両角間は ED79 系、番号不明、五両角札幌間は ED51143、前プラス1095、後が経引を担当。上り最終は、 第3編成とカニ2414の組み合わせで、札幌五稜郭館が DD51138、前プラス1042、あと五稜郭青森館は ED7912、青森鶴ヶ館は EF8113、鶴ヶ大阪館は EF8144 が、原因を担当した。なお、トワイライトエクスプレスの名称は、 2017年6月17日から営業運転を開始した豪華寝台列車、トワイライツエクスプレス随風に受け継がれた。そのため、本列車を、初代、随風を、二代目と呼ばれることがある。東海道本線、JR 京都線、湖西線、北陸本線、新越本線、宇越本線、大宇本線、日本海中間線、津軽線、海峡線、 江差シ線、津軽海峡線、函館本線、室蘭本線、千歳線の12線区を経由した。2014年3月15日時点での運行外況は次の通り、JR 西日本、JR 東日本、JR 北海道の JR 旅客3社にまたがり、下り大阪発札幌駅は 1495.7km を約22時間。 上り札幌発大阪駅は 1508.5km を約22時間50分かけて運行し、JR 分割民営化後としては、日本一の営業キロを誇る旅客列車である。運転日は、始発駅基準で、下り列車が月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、上り列車は火曜日、木曜日、土曜日、日曜日。運転日が限定されているため、 カシオペアと同様に、定期列車ではなく、臨列車として運転されていた。そのため、列車番号は、大阪駅を起点として、下り列車が8001、上り列車が8002だった。なお、春の大型連休や6月中旬から8月中旬、年末年始、札幌雪祭りなどの刺激には毎日運転されており、その期間中は保有する3編成すべてが、フル稼働していた。 通常期でもイベントや旅行会社主催のツアー用団体専用列車として重宝され大阪環状線や阪和線、紀勢本線、山陽本線や呉線、他に四国や九州、首都圏方面にも入線したことがある。その際には EF65 型などが牽引機として使用される場合もあった。大阪駅と札幌駅の発着時にはいい日旅立ちの インストゥルメンタルバージョンが流されていた。かつては、大阪発で、いい日旅立ち、山口桃江、札幌発で、三都物語、谷村新司の、いずれも、本人か昇番が流されていた。始発時に1番、終着時に2番。大阪駅から新大阪駅、京都駅、鶴ヶ駅、福井駅、金沢駅、高岡駅と山駅、直江津駅、長岡駅、新津駅と親駅。 東室蘭駅、登別駅とマコマ駅、南千歳駅、札幌駅。この他にも、以下の駅に運転停車していた、2014年3月15日以降、廃止まで。上下列車とも、新一東屋間の区間内では客扱いを行わなかった。この通過区間は、距離、時間ともに JR グループの旅客列車では、時刻表上の最長で、当該区間は、 下り列車で11時間37分、上り列車は12時間4分に及んだ。箱館本線森大沼間では、上下列車で通角間が異なり、上り列車は、勾配の緩い支線、沢原線を経由した。また、湖西線が平おろしなどの強風で運行できない場合は、琵琶湖線、前原駅経由で運されたほか、ダイヤに大幅な乱れが生じた場合には、 箱田定期に乗り入れる場合があった。特に、陶器を中心に、日本海沿岸部を走る一部区間では、強風や、雪害の被害に遭いやすく、しばしば運休や遅延が発生していた。運行区間に優等列車が多く、また、走行距離が長かったことから、後続列車を退避する回数が多かった。下りは、大見舞子駅で、サンダーバード19号、サバエ駅で、 道21号に、上りは、東谷駅で、北斗12号に、青森駅で、スーパー白鳥98号に、あわら温泉駅で、サンダーバード14号、鶴ヶ駅で、道82号、臨時、大月駅で、道16号に追い抜かれていた。トワイライトエクスプレス同士のすれ違いは、定時運行ならば、大宇本線大久保駅、または、東海道本線、JR 京都線、 西大子京都間のいずれかで見られた。JR 西日本阿ボス総合車両所に所属し、宮原支所に配置されている 24K25、軽客車のうち、当列車用に内外装の改造を施した、専用編成、重量編成3本が運用されていた。ヨーロッパの豪華夜行列車オリエント急行をモデルに、従来の、寝台列車イコール、 ブルートレインイコール青というイメージとは一線を画し、新緑に金色、黄色の帯を一本に締める独自の図色とした。なお、当初、一般客が乗車可能となった1989年12月の英神大車両は1号車のみだったが、同列車の公表を受け、1990年と1991年にお羽ね25型を改造した2号車。 スロネ25系を組み込んで2両した。寿司24型は485系、489系からの改造であり、廃止時点で、すでに車齢40年以上が経過していた。2002年や秋までに全編成の車両リニューアルが完了。内装は木のぬくもりをテーマにした木目調に変更され、衛身台車両やサロンカーにあるテレビモニターの更新や、 7号車のミニサロンには本側のソファーを設置した。外装は金色、黄色の帯の上下に銀色の縁取りが追加され、車体側面にあるエンブレムも衣装を変更している。カニ24型はトワイライトエクスプレス色に塗り替えられた専用車が4両在籍していた。編成は3編成だが、故障時などに備えて予備が1両配置されており、 車番は10.1213.14であった。また、トワイライトエクスプレス色のカニ24型はかつて運行されていた、新大急行銀河や新大特急日本海にも連結されたことがあった。EF81 系電気機関車と同様に密着自動連結機に交換されており、乗り心地の向上に役立っていた。国鉄時代は、 ヘッドマークのデザインには視認性が重要視されており、列車名を大きく太く描くデザインが多数派であった。しかし、本列車は列車名が長いことからヘッドマーク全体のデザインで視認するという方針となった。列車名をアルファベットで配し、ピンク色を基調とした斬新なデザインとした。下部には日本海をイメージした波のデザインが入れられているが、 日本海中貫線を走行していた、寝台特急、日本海ものよりも波の線や高さを抑えた、静かな波模様をイメージしている。海の部分は紫色とすることで、有害を表している。列車名上部にはエンブレムにも用いられている天使が描かれているが、客車に描かれたエンブレムとは違い、ラッパの先に星が追加されている。 列車最後尾のテールサインにもヘッドマークと同様のロゴが用いられているが、脱ブルートレインを意識したためか、国鉄時代から用いられた流れ星マークは描かれていない。ヘッドマークの製造方法には2種類あり、初期のものはシルクスクリーン印刷を使用した表面が比較的平滑なもの、その後アクリル板を型抜きして文字やイラストを作り、貼り付けたものも登場した。 1>, 1号車と2号車は A 寝台個室。寝台兼用ともなるソファーベッドテーブルシャワー室、トイレビデオモニターオーディオサービスなどが設置された豪華な作りになっていた。5から9号車は B 寝台で、このうち5から7号車は個室、8.9号車は簡易個室になっていた。各個室ともマルチチャンネルによるオーディオサービスがあったが、 ビリコンパートメントのみスピーカーの設置はなく、イヤホンが必要であった。なお、8.9号車の札幌型出入り口すぐ隣の寝台ボックスは、食堂車従業員用の控え室として2段式から3段式に改造されており、一般には販売されておらず、定員としてもカウントされていない。3号車に連結されるレストランカー、ダイナープレアです。 ダイナープレイヤーですは、北斗星やカシオペアと同様に、食堂車での夕食サービスを時間指定制とした列車でもあった。なお、ランチタイムやパブタイムなども含めて、メニューは季節ごとに入れ替えていた。他にも、アルコール類、オリジナルグッズやシャワー室利用券、シャワーカード、新聞長官の販売なども行っていた。ちなみに、ダイナープレイヤーですは、 おう座のプレアデス生団にちなんだ名称である。3編成ともにステンドグラスの図柄が異なっていた。廃止島での営業は、JR 西日本の子会社である JR 西日本フードサービスネットが担当しており、団体列車、特別なトワイライトエクスプレスでも引き続き営業を担当した。当初は、寝台特急、日本海のグレードアップ用車として用意されたものだったが、 本列車運転に際して、塗装や内装を回収の上で転用された。4号車に連結される展望サロンカー。サロンデュノール、サロンデュノートは、フランス語で、北のサロンの意味。車両中央部の展望室部分には、天地方向に拡大した長望窓を、日本海側にご備えており、ビデオモニター用液晶テレビが、両端に2台、時刻表などを備えた。 マガジンラック、大阪車掌区の車掌担当区間のみ記念スタンプと専用の台紙が設置されていた。日本海解析午前やパブタイムでは会計を先に済ませればサロンカーまでデリバリーするサービスがあったため、食事を取ることも可能だった。このほか清涼飲料水およびおつまみ、菓子類の自動販売機と共用シャワー室2室を設置。 シャワー室の利用は30分ごとの予約制で、シャワーカード購入時に利用時間を予約することになってい三3号車より車端部には公衆電話ブースがあったが、後に公衆電話サービスは廃止されたため業務用室に転用。なお、第1.2編成と第3編成では内装が大きく異なり、第3編成はより展望のしやすさが考慮された座席配置になっていた。 これとは別に、7号車にはミニサロンが設けられており、本側のソファー、清涼飲料水の自動販売機を備えていた。7号車個室は喫煙可能であったが、このミニサロンは終日禁煙とされていた。また、2015年10月1日にも、北陸デスティネーションキャンペーンの開催に合わせ、日本旅行にて、トワイライトエクスプレス車両で行く福井の旅が開催された。 最、特別なトワイライトエクスプレスとして、サロンカー2両を含めた4両の客車と電源車の編成で運行された。おおむね会社協会で交代する体制としていた。大阪青森館は、JR 西日本の大阪車掌区が担当し、同区所属の約260人の車掌のうち、経験豊かな40人ほどしか乗務ができなかった。過去に行われた九州、四国、 三院、首都圏方面への団体臨時運用時も、遠くの車掌が投資で乗務していた。法術の団体列車、特別なトワイライトエクスプレスでも引き続き遠くの車掌が蒸している。同区の担当車掌はホテルをイメージしたトワイライトエクスプレス専用の制服を着用しており、ダブルの上着、夏は草色、冬は緑に、スラックス、夏はベージュ、冬はブラックとなっている。 2015年3月12日時点の JR 線で、車掌が会社協会をまたいで、活長距離の越境乗務をしている列車は、本列車、直越津青森間 578.6km と、サンライズ瀬とサンライズ出雲、前原東京間 445.9km の3列車のみであった。サンライズ瀬とサンライズ出雲の越境乗務も、 翌13日発の下り列車をもって終了し、国鉄時代から続いていた夜行列車の長距離越境乗務は消滅した。2013年3月31日までは乗車記念招待室付きの車内限定オレンジカードの発売も行っていた。青森札幌館は JR 北海道の函館運輸所が担当していた。過去には青函トンネル走行中に四号車、 サロンカーで車掌がトンネルに関するクイズを出題して、記念品をプレゼントしたこともあった。年内に全編成のリニューアル完了。1989年7月のデビューから、今日までの25年8ヶ月間で、延べ116万人もの利用客を運び惜しまれつつ、大阪札幌間の運転は終わったが、JR 西日本社長の真鍋正氏は2015年3月18日の、 定例記者会見席上で、使用車両の老朽化は否めないものの利用客、旅行会社から多くの要望があり、JR 西日本館内限定で団体臨時運転を検討するとともに、一部車両を新設の京都鉄道博物館に保存、展示予定ある旨を公表した。京都鉄道博物館にて EF81103。 スロネフ25501寿司241をは25551、カニ2412の合計5両保存、展示している。展示用としてはまずスロネフ25501寿司241から、配給輸送が始まり、鶴が地域鉄道部所属の EF81 系電気、機関車についても2015年、平成27年4月23日に103号機、 トワイライトエクスプレイロが、京都鉄道博物館への保存目的で、向こう調創車場まで、配給輸送が行われた。EF81103 号機及びスロネフ25501と、寿司241が、展示保存に伴い同年4月30日付で、廃車扱いになった。合わせて、京都鉄道博物館に展示する、オハ25551と、カニ2 4十にも、 同施設の公式サイトで紹介された。カニ2412については2016年、平成28年1月6日に、アボス総合車両所で展示に向けた車両整備を終わりて、所属先に戻っている。オハ25551カニ2412も、開館前日の同年4月28日付で、廃車扱いになった。一方、 牽引していた EF81 系電気機関車のうち2015年3月16日に103号機、19日に44号機と43号機、20日に114号機が金沢総合車両所末東本所へ相次いで改装された。3月20日の時点では108.113号機のみが鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センターに保留されていた。 4月28日時点で EF81-113 号機は工事用臨時列車として運用されていたほか団体専用列車運用にも充当された工術。また2016年平成28年2月16日には EF81-114 号機が団体専用列車運行から再び金沢総合車両所末藤本所に入場をしたが 同年4月8日に114号機が台車を中心とした用部検査を終え、末藤本所から自走回送で鶴が運転センターに戻っており、2016年4月8日時点で保留のトワイライト職員 F81 機関車は44.113114号機だけになった。ただし、2016年4月1日現在の車席上では43号機も残っていた。 同年7月28日には113号機が全般検査を完了させ、鶴ヶまで試運転も兼ねた改装が行われた。また、JR 東日本対応の ATSPS の表記も残っている。113号機は同年9月3、4日に開催されたおわら風のボンツアーでサロンカー何話に,による団体専用列車の牽引で使われている。 トワイライトエクスプレス廃止後の2016年4月6日7日には、トワイライトエクスプレス自風デビュー前の天井乗務員訓練と性能検査を兼ねて、大阪方からスロネフ25503を千25,553、寿司24にオハネフ25503カに244の順で蘇生した5両が EF65128 の原因により、 宮原下関宮原のルートで試運転を実施した。2016年4月14日に、カニ2 4ジュースロネフ2 5 5 0 2寿司24、3おはね25525おはね25522おはね25523の6両が、6月6日には、カニ2413おはね24521。 おはね25524おはね25552おはね25562おはね25512おはねふ25502の7両が6月22日にはカニ2414おはねふ255101おはね25511おはね25561おはね2 5 5二2 6おはね25513おはね25563 の7両が、7月5日には、スロネ25503もスイタ総合車両所に、廃車改装された。そして5月16日付でおはね25522、523、525か2240の4両が、廃車扱いになっているほか、同年7月11日付でおはね2 5、13. 5, 5, 5 1 3 5四1 5 2 4 5五6 561から563、 おはねふ25501.50に、五百25552、二十2413.14の、計12両が、同年11月17日には、スロネ25503が廃車された。二千十六年十二月八日、おはねふ2五5 0 3寿司十四にスロネ十五五百二、スロネ百一オハ二十五五百五十三、スロネ二十五五百三の六両が、 トワイライト職員 F65124 の牽引で追加総合車両所に廃車改装された。これをもってトワイライトエクスプレス用の24軽客車の配給改装はすべて終了。そして2017年3月31日付でスロネフ25502.503スロネ25501オハネ25511.512オハ25553 寿司242.3の8両と牽引機であった EF8143 号機が廃車になった。2018年1月28日に、鶴ヶ運転センター所属のキハ120から204が、五島総合車両所でリニューアル改造から出場して、所属先への配給輸送の際、宮原、美沙を、鶴ヶ間を、同じ鶴ヶ運転センターの EF81113 号機が、 経営事業を担当している。2018年2月2日には e f 8 1が所属している、敦賀運転センターつながりで、福井県敦賀市に当列車の部品、外観エンブレム、車体番号の印字部分、寝台車のルームナンバープレート、卓上スタンドライ、食堂車、テーブル、椅子、サロンカーソファテーブル、運転席、マスコンハンドルブレーキ弁、標識等々の 1> 計1 2 5点を同年3月に譲渡するという報道があり、当初は車両も一緒に譲渡する予定だったが4月26日に、鶴ヶ市金ヶ崎周辺エリアへの車両提供がアスベストの関係で立ちゲーになったため部品提供の計画が明らかになった。鶴ヶ市の資料によると、部品詳細は EF81 で14種類19個。 二十四系客車等で三十二種類百十三個の百三十二点の上都となった。二千十八年三月三十一日に最後まで残ったオハネフ十五5百三スロネ二十五5百二の廃車手続きを行い車席からヒュートワイライト客車が消えた。二千十八年四月一日現在の専用機関車の在籍は e f 八十一四十四百十三。 114となっている。JR 西日本はかねてより、トワイライトエクスプレス用車両を用いた団体列車の運転を検討してきたが、2015年3月23日に、その概要が正式発表された。定期運行時の重量編成からおはね2 5系510番台、520番台、560番台4両を外し、 三編成のスロネ25系500番台を集約して、英個室寝台、スイートロイヤルのみの8両編成に再組成して使用。切符の発売は、旅行会社主催のツアーのみ。七号車のオハネフ25系500番台は、乗務員室等と位置付けられ、一般向けには発売されていない。この専用編成は、特別なトワイライトエクスプレスと名付けられた。 運転コースは5月6月の下り列車は、大阪を出発して、琵琶湖を一周して、大阪に戻り、そこから下関まで一晩かけて走るルート、上りは、その逆で終着が京都になるルートが発表されており、7月からは、山陰本線を主体としたコースも追加設定された。大阪鶴ヶ京都間の県引には、大阪札幌間の運転時に使用された EF81、 の113.114号機が担当している。また、京都下関館は、下関総合車両所の EF65 系機関車が、使用されていた、FName イコール http コロンスラッシュスラッシュ RAILFJP20150518 スラッシュ。F。ツアー販売する旅行会社に関しては、JR 西日本公式プレスリリース、同記事の、 各客中参照と JR 西日本運営お出かけネットの特集記事で挙げられている。初回ツアーは5月16日を大阪市発及び5月18日下関市発の大樓、袋で開催された。以降は5月23日5月30日6月6日6月13日6月20日6月27日が大阪市発。 5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日が、下関始発となり、山陽ルートで、ツアーが設定された。また、2015年7月開催の山陽ルートツアーは、7月11日、18日の、大阪始発、7月13日、20日、下関始発で、設定された。また、温泉券を置いた。 デスティネーションキャンペーンの一環として、オー路が7月5日、大阪市発、袋が7月7日、大分市発で当列車発の九州乗り入れツアーも開催されている。また、9月12日を大阪市発、9月14日、大分市発便も運行された。この際、大阪下関館は、 下関車両所所属の EF65 系機関車が、下関大分間は、熊本車両センター所属のデジュー系ディーゼル機関車が、兼任ている。トワイライト客車を用いた、パックツアーという特別な形ではあったが、関西と九州を結ぶ、寝台列車が、久しぶりに復活した。 7月25日以降の夏季における3インルートも決定し7月25日、8月1日、8月22日、8月29日、9月5日、9月19日の大阪市発分と7月27日、8月3日、8月24日、8月31日、9月7日、9月21日の下関市分で設定された。このツアーでは、 東萩駅に3時間から4時間停車し地元のお出迎えや観光企画も実施した。大阪瀬戸間は下関総合車両所の EF65 系機関車が、瀬戸下関間は後藤総合車両所所属の DD51 系ディーゼル、機関車の DD51179-1186 が使用され、 d d 五十一系ディーゼル機関車の運用についても、西洋名護間は、従連運転で、米子下関館は、短期運転で牽引した。二千十五年秋季ツアー運行も決定。産業コースが十月三日、十月十日、十月十八日、十一月二十八日の、大阪始発、大路、十月五日、十月十二日、十月二十日、十一月三十日の、下関始発。 袋が設定された。サイン,インコースは10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月21日に、大阪市発、大路、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、下関市発、袋で設定された。また、10月以降の採用ルートについては、大阪下関間 神戸線、山陽本線のみとなり、琵琶湖、京都線、琵琶湖線、湖西線、北陸本線を経由しないルートに変更されている。2015から2016年冬季ツアー運行も決定。2016年1月18日下関始発のみ、京の冬の旅50回記念号として運転し、周期では除去された琵琶湖一周ルートを冬季においてはこのツアーでのみ、 ルート設定で、下関鶴ヶ間を EF65124 で、鶴ヶ京都間を EF8114 の、牽引で、特別、ヘッドマーク付きで運行した。2016年3月22日の大阪終着を、もって、特別な、とワイライトエクスプレスを用いたツアー運は、大好評のまま無事に終了。なお、2015年11月に、 EF65 系機関車のうち1124号機が全般検査を経て、ドワイライト色に塗色変更され、11月12日に下関総合車両所で校内市運転が行われた。そして11月20日から降臨として運用を開始し、12月6日の大阪発、下関駅より特別なドワイライトエクスプレスの検引を開始した。 これまでは別料金で提供していた食事を、朝食1回、昼食2回、夕食1回のセットにした上で、さらに、グレードアップしたフランス料理とデザート、人気のブーランジェ、パティスリーが協力も提供された。この編成は、使用される24系客車、旧トア客の検査期限が残っている間だけの、運行であり2016年3月に、数多くの思い出を残して、 特別企画は終了。その後は、当初の計画通り、2017年6月17日デビューの、トワイライツエクスプレスズ風に後を引き継ぎ、旧トワイライト客車は、完全に役目を終え、全車廃車。梅工事に移された一部の客車を除き買い替えれた。2014年12月に放送した、大改造。劇的、ビフォーアフター、ABC テレビ制作、テレビ朝日系にて、 大阪市内の極小住宅リフォームで居室スペースにおけるアイディアのヒントを探るために建築士らが出発準備前のトワイライトエクスプレスの車内をくまなく調査した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。